避難民救助作戦。7月上旬、バリアス砂漠にて大型戦車ゲルビルを失った帝国軍は、その侵攻力に陰りを見せ始めた。両軍ともに攻め手をかき、睨み合いが続く。双方が隙を伺う戦況は兵士を消耗させ、この戦争の長期化を予想させた。
突破成功だ。晴れ橋を上げてくれ。敵部隊は正規軍が包囲して降伏させたみたい。大成功ね。よし、これで避難民の安全は確保できたな。あとは報告すれば任務完了だ。敵陣を突破し橋を上げることに成功しました。ご苦労、帰っていいぞ。はっ、それでは祈祷。まだセブン、まだ作戦は終わりじゃない。どうしたエース。対岸を見ろ、避難民はまだ橋を渡りきっていない。なんだって。本当だ、向こう岸にまだ避難民がいるぞ。エース、橋を下ろせ。避難民を渡らせるんだ。待て、橋は動かすな。なぜです、避難民がまだ向こうに。今橋を下ろせば帝国軍の追撃を許すことになる。せっかく安全を確保した避難民にも被害が及ぶかもしれん。しかもあれはダルクス人だ。捨てておけ。何を言ってるんだ、民間人を守るのが軍人の役目じゃないのか。貴様はダルクス人か。これは命令だ。拒否すればこの場で銃殺刑とする。俺は同胞を見殺しにするために戦っているわけじゃない。よせシックス、君が命令違反を犯しても避難民は助からない。止めるな、俺は同胞を見捨てることはできない。こらえてくれ。うるさい、ダルクス人じゃない君は平気なんだろうがな。ふざけんな。クルト、頭を冷やせ。司令官殿。なんだ。取り残されたダルクス人もガリア国民としての権利を有しています。軍は彼らを守る義務がある。もし仮に彼らが貴族や将校であったとしても、機関は同様の判断を下し平然と見捨てるのですね。その覚悟を持ってこの橋を下ろすなと命じているのですね。もし違うのであれば、機関は職業選択を間違えている。セブン、見ろシックス、俺だけじゃないぞ。クソ、離せ、俺が行く。行ってどうなる、お前まで殺されるぞ。あの人たちもここまで必死で逃げてきたのに。どうにもならないんですか。なぜ僕じゃなく彼らなんだ。止めないで、あののろまなダルクス人を教育してやるのよ。行かせてやりたいが、それは不可能だ。救いようがないとはこのことだね。歪んだ歴史の犠牲者がまた増えるのね。助けに来たのに、必ず助けようって頑張ったのに。どうせ民間人だ、帝国軍も殺しはしない。帝国がダルクス人をどう扱っているか知らないのか。奴らはダルクス人を人間だと思っていないんだぞ。それは帝国の問題だ、こちらの関与することではない。任務は失敗だ。彼らを救う方法はあったはずだ。橋を上げる前になぜ対岸に意識がいかなかった。俺の責任だ。クルト、あまり自分を責めないで。助けられたはずなんだ、それなのに。
私は5回も自分を責め続けて悲しみに沈んでいたのよ。え、それが死神の私だから、よくわかるよ今のクルトの気持ちが。辛いことを一人で抱え込まないで、一緒に背負っていこうよ、リエラ。ガリア北東部は帝国軍の占領下にあったが、今回の救出作戦で巻き返しの契機が生まれる。しかしガリア軍司令部は北東部を重要視せず、攻勢に出ることはなかった。ラグライト資源を産出する北西部の奪還が最優先と判断したからだ。グレホール将軍が守るファウゼン工業地帯に狙いを定め、ガリア軍は北西を目指した。